小エビちゃん、アザラシちゃん、おはよう。迎えに来たよ。お出かけしよう。お前らが来るとまた何か取り立てられそうでドキッとするんだぞ。嫌ですね。僕らだって契約違反をしない方に手荒な真似はいたしません。さて、本日は見事な晴天、絶好の遠足日和ということで、アトランティカ記念博物館へ遠足に行こう。アズールの手配でアトランティカ記念博物館は僕たちの貸し切りとなっております。アズールは先に出発し、現地で僕たちを待っているそうです。小エビちゃんは真面目だな。分かってるって。それじゃあ出発。うわすげえ、中はこんな風になってんだ。伝説の海の王の像か、うん、海の魔女以外にも海底にはいろんな偉人がいたんだな。この王様なかなか鍛えてるじゃねえか。皆さん、ようこそアトランティカ記念博物館へ。本日はモストロラウンジの研修旅行という名目で貸し切り営業となっておりますので、ゆっくり楽しんでいってください。な、出たな、タコ足アズールと思ったら、お前は人間の姿のままなのか。ええ、僕のようにタコ足の人魚はこの辺りではとても珍しいので、こっそり写真を戻しに来たのに変に印象に残っても嫌ですから。そんなに気にしなくても。写真に写っているまん丸おデブな人魚があなただとは誰も気づきませんよ。せっかく帰ってきたんだから、そんな不便な姿じゃなくて元の姿に戻って泳ぎ回ればいいのに。放っておいてください。じゃあ僕は写真をそっと元に戻してきますから、皆さんはどうぞ館内をご覧ください。あっちに人魚姫の銀の紙すきとか展示してあるよ。さっきパンフで写真見たけど、あれどう見ても串じゃなくてフォークじゃね。陸の人間にはそう見えるかもしれませんね。あなたは行かないんですか。疑り深いですね。ちゃんと戻しますよ。昔の写真をすべて消去すれば、僕がグズでのろまなタコ野郎とバカにされていた過去も消えるような気がしていたんです。海の魔女は悪行を働いていた過去を隠すことはせず、その評判を覆す働きをして人々に認められた。僕は彼女のようになりたいと言いながら、結局過去の自分を認められず否定し続けていただけだった。努力、僕が勝手に美談にするのはやめていただけますか。僕はただ僕をバカにした奴らを見返してやりたかっただけですから。向こうにでけえ恐竜の骨みたいのが置いてあったんだぞ。あれは恐竜ではなく、シードラゴンという海のモンスターですね。海の魔女の洞窟の入り口はシードラゴンの骨でできていたという言い伝えがあります。あっちに海の魔女の大釜のレプリカとかもあるよ。何、海にも大釜があるのか。海の中でどうやって温めんの。わかんねえ。アズール、説明して。いいでしょう、僕のツアーガイド代は高くつきますよ。